三村九段の「ミムイゴラジオ」第97回。今回は中国で行われている女流の世界大会5制限杯のその後の結果についてご報告いたします。まだ知らない方は楽しみにしていてください。この放送はプロキシ40年囲碁サロンと子供囲碁道場を運営する三村智康が囲碁の情報をサクッとお伝えする番組です。もう最初に言っちゃいますと、上野愛美さ,さん、見事優勝をしました。第 1局で勝ったところまでは私は前回の放送でお伝えしました。それも黒番での見事な完勝でしたけれども第2局は上野さんが白でこれは比較的にずっと形勢が悪くて相手のいい内容で任されてしまったんですね。10日分6段強いなと思わされました。そして第3局は握り直しをして上野さんが黒番を当てましした序盤から難しいでした。 こう争いが起きてどちらがね。こう譲ってど,どちらが函館をより踏み込んで判断が難しかったと思います。そこで、まあ互角の別れを得たんですけども、どちらかというと、上野さんの方が字を実利をしっかり取る打ち方をしまして、相手の党六段が攻めてきた。結構大きく。まあ、丸取りに来たという感じのところを。上野さんが見事にしのいで。しのぎの強さを見せて慈愛が有利になって。 まあその後はちょっとは、足りないと見た、形勢苦しいと見た相手のとう6段、黒字の中に踏み込んできた、それを大きく攻めて、それもギリギリの攻めではなくて、余裕のある攻めでしたね。取ってもよし、取らなくてもよし、試合でもいけるような打ち方を、安全な打ち方をして、揺るぎない勝利でした。最後は、をね、取っ でまあ、白はまあ足りないと見て踏み込んでいる,いるわけですけどもそれをまあ見事に丸ごとしとめて出場しがちとなりました上野愛美さんは2022年に先行カップで優勝したことがあってこれは8名ぐらいのトーナメントで割と小規模な大会だったと思います今回は大きな女流の世界大会で優勝した2024年は一力さんが大支配で優勝してで上野さんが五制限杯で優勝をするという日本囲碁界にとっては ビッグバンと言ってもいいぐらいの1年になりましたずっとね、世界戦で勝てないと言われ続けていた日本のね、トップ騎士たちごファンの皆様の留院が下がるようなえ素晴らしい1年だったと思います来年以降日本の騎種はどんどんね、レベルが上がっていくと思いますトップの何人かが活躍をしてまた下の世代もね、いい選手が育っていますのでぜひ期待していただきたいと思います 今回戦った東花分六段、そんなにまだ有名にはなってないんですけど、今年あたりから私も名前を時々見るようになった選手で、世界ランキングを確認をしましたところ、第1位が韓国のチェ・ジョン九段、2位がキム・ウンジ九段、この韓国の2トップが世界でも2トップになっています。今回はその2人とは対戦はしていないんですけども、3位の中国のオシエ八段を上野さんは倒しているんですね。そして、 決勝で戦ったトウカブン六段はなんと世界の4位に入っています。それぐらい強いメンバーを3位、4位を倒して、そしてトウカブンさんはキム・ウンジさんに勝っているんですね。上野さんは現在ランキング8位、藤沢里奈さんが10位という状態になっていますけども、この優勝でおそらくかなり上の方にジャンプアップするのではないかと思います。世界の女流では韓国のチェ・ジョン九段が突き抜けて強かった。全員が… 8点いくつ、9点いくつってやってる時に、1人だけ11点みたいな、とんでもない差をつけて、勝ち続けていたんですけども、ここへ来て少しそこが追いついてきた、キム・ウンジさんもまだ17歳なんですけども、韓国の天才少女が最強者に並ぶぐらいのところまで来ているんですね。ですから、今後は日本のトップ棋士が、このキム・ウンジ、チェ・ジョン、このお2人を倒すところを見たい、そうすると完全に日本は世界のトップに立つと言えると思います。 ということで、今回は日本の女流棋士が世界戦5制限杯で優勝をしましたという素晴らしいニュースをお届けしました。それではまた次の放送でお会いしましょう。囲碁棋士の三村智康でした。